蔵元っていうのはただお酒を作るだけではなくて、まあいろいろな文化圏と交流を図って、まあ、それを地域から発信していくといったようなこう思いがあると、自分たちで作ろうみたいな、そういうなんか土壌がこの町にはあって、やっぱり我々世代の方々に日本酒を伝えようと思った時に、いわゆる日本酒だけではなくて日本酒を楽しむこうライフスタイルを提案した方がいいんじゃないかなと思いまして、一日のこう生活の中に日本酒がある生活みたいな、そのトータルを提案する場所を作りたいなと思って、一口飲んで美味しいというよりも、こう知らず知らずにこう肺が開いてしまうような飲み飽きしないお酒というのが一番いいお酒かなというふうに考えてまして、例えば香りがすごく高いとかそういうお酒はいっぱいあるんですけれども、そうではなくてこうみんなでこういろんなお酒を飲んでいる時にこれだんだん飲みやすくて、こう自然に一番最初にこう空っぽになってしまうようなお酒が一番いいお酒かなと思って、いつもそれを頭に入れて全部のお酒を作っています。小町岡山発祥で、まあ、ほぼ岡山県でしか作れないで、やっぱりこの土地のお料理とかそういった風土に合う味わいのお酒になるというか、で、まあ、我々世代ももう酒造りに携わるようになってから、まあ、当たり前のようにお町をずっと使ってきたので、まあ、当然お町に対する思いもありますし、一番はやっぱり蔵人の和というか、それがお酒の味に出るというふうに思っているので、まあ、何でも言い合えるというか、みんなでこう一つの目標に向かって進んでいくっていうようなチームワーク作りには気をつけています。ヤマハイ木本と違うところは、まあ、ヤマハイ木本っていうのは、まあ、酒母を仕込んでいる途中で乳酸を得るというやり方なんですけど、お台元は酒母を仕込む手前の段階で、まあ、お米と水を使ってまず乳酸水を仕込むっていう作業から入るんですけど、まあ、その乳酸水のことをそやし水っていうんですけど、でそのまず乳酸水を仕込んであげて、その水を使って酒母を仕込むっていうやり方、これがお台元。蔵人の思いを込めるためにはみんなでこうボトムアップで作り上げていく方が、お酒に対する愛情とか一つ一つの作業にも気持ちが入るんじゃないかなということで、コンセプト作りとか、あとはお酒の酒質ですね、そういったものもみんなでこう話し合って、こういうふうにしよう、ああいうふうにしようって言いながら、作ったお酒がなる。文化というものは守るだけでは当然文化にはならないし、今の時代のエッセンスを加えていく、これがまあ文化というか、文化っていうのは常にこう現在進行形であるというか、若い方は、女性の方なんかは日本酒っていうとちょっとこうおじさんの飲み物というようなことを思われてるかもしれないんですけれども、いろんなシーンにお酒の方がこう寄り添ってくる、日々の暮らしの中にちょっとでも日本酒が登場してくれると嬉しいなと思います。